このやり方でやってるところがあんまり無理が少ないです。実際こんな風で寝かしてやってるのがだいぶ減ってますね。機械がね、だいぶ良くなってるから機械睡眠でももちろんいい行動ができる。僕は単に手作り、結構ね、職人に憧れとったからね、香川で修行したみたいな感じです。
種類にもよりますけど、まあ、基本ね、打ち立てで入れたり揚げたてのやつはね、やっぱそういう風なものができるんで。くるみ屋っていう屋号は、その娘のくるみっていう名前と、森屋の屋です。香川に5年ちょっと仕事したんで、どうなんでくれて宿を離れとったんですか。機械でやるより、やっぱりこう、火のばらつきが多いですね、うん、それはもちろんね、同じやり方やっても、全く違うものになるんで、普通に結構みんな何使ってるとか聞いたり、僕らの場合なんか毎日毎日変わるから、今もね、塩分濃度上がったりとかして、今日も寒いじゃない、これがちょっとなんか雨の日とかまた変わってくるし、もっと言ったらあれですね、修行時代なんかね、同じ生地でね、例えば僕が売ったのと大将が売ったのとか全然違うし、釜をする人によっても変わるし、めっちゃ悔しいですけどね、先輩が売ったりとかね、したらね、なんで同じ生地やってこんなちゃうんだろう。
なりやきうどんをお待たせしました。